葵区呉服町七谷静岡店さん。本店は藤枝市にあり、世界一濃い抹茶ジェラートが名物の静岡観光でも定番のお店です。大きな棚には茶葉やボトルのほか、オリジナルお茶スイーツなども含め、おしゃれな製品が揃っており、お土産にぴったりですね。ジェラートは7段階の濃さを持つ抹茶を中心に、お茶系の他にも静岡らしいフレーバーが揃っています。お値段はシングルやダブルなどで定額制です。2階はイートインスペースになっており、おしゃれなカウンター席を中心にジェラートをこちらでいただけます。週末はお茶のイベントなども開催されているそうです。暑い中だったので、今回はさっぱりいただけそうな藤枝ハイボールと抹茶の濃さナンバー3をチョイス。パフェスタイルを選んでみました。大きなカップに丸いジェラート2つと白玉、あんこ、お茶せんべいがトッピングされています。藤枝ハイボールはカボスとアセロラを合わせた爽やかな酸味と甘さに、奥からベリー系の渋みを感じるさっぱりとした味わい。シャーベットのようにシャリッとした食感で、暑い日にすっきり美味しいです。ナンバー3の抹茶は苦味がマイルドでスイートな甘さ。お茶の香りはしっかり感じ、暑い日は濃すぎても飽きるかもなので、これくらいが最高ですね。トッピングとの相性も抜群でした。世界一濃いナンバー7も、苦いだけじゃない濃厚で高級感ある抹茶の味わいがたまりませんよ。ぜひお試しください。